こんにちは有限会社 y y の和田でございます新型化学研究者及び旅のデザイナー久しぶりにこの子を出してきましたまあこんなのがあるんですけれどねまず最初にちょっと報告じゃじゃん古物商の許可がおりました、うん、今 amazon.com で発注かけてますプレートをまあ今週末ぐらい出来上がるかな、まあ、そんなところでございます 今日のお題は人を幸せに、まあ、豊かな社会をつくるという話のその1第1部ですねこれ葬儀概論というよりも葬儀のことについて勉強の、えー、と営業のこともお話ししておりますそれともう一つは NFDA のセミナーのこともお話ししていますまずですね葬儀というのは3つの 要因から作ら作れているんですよ、ね、それは一つはメインが亡くなった人、ね、個人死者です一つが遺族それを取り巻く人周りにいる人たち遺族ですよねもう一つが魂、ね、死者が残した心というのがこの3つなんです。で その3つでありながらさらにそれを周りに参列者というのがおります葬儀にお参りに来られる方々ねこの方々の皆さんの欲求を満たすために葬儀というのをやります葬儀がない方でたまにあるのが、まあ、例えば何かのおかげで直送をなさりました、ね、葬儀をしませんでした そしてその後、知った人たちが、え、亡くなったのという形で、ご家族のところにポツポツとずーっと1年から、まあ、下手したら2年ぐらいお参りに来る方々がいらっしゃったという話をよく聞きます。うちでもそういう経験はあります。私が葬儀をやってた頃に。私としては、ご葬儀をなさった方がいいですよということはお伝えしたんですけれど、まあ、金銭的なとか、いろいろなあの社会的な問題とか、あと、えー あの事情によってそれぞれ違う事情によって葬儀をいとまない人たちもいらっしゃるんですけれどもう面倒くさいからやりたくないという方々は後からこうお参りに来られて、えー、疲弊されるという方々はちょっとあの何度か見たことはあります。まあ、それれは仕方ないこととで <laughs> 葬式仏教と呼ばれる中最後にお坊さん がおまあそれがそれしかないのかっていうのは本来ならそれだけではいけないと私は思っているんですよ。お墓がお寺だったりその後とボンクレーとかお彼岸にはお参りに墓地行ったりそこでまたお経をあげてもらったりすることも必要ですけれどえお寺さんそのものが本当に必要かと言ったら私は必要だと思っているんですが。 で。でも、あの物理的にそこに来る必要があるかっていうのは、私は昨日のビデオでお話しした通りに、葬儀の今の技術を使えばそれは必要ないよねと。私は思っているところでございます。なぜ葬儀をするかっていうのはもう哲学になってしまうわけですよね。で、哲学っていうのはだいたい概念とかだったりするわけですよ。そもそも死というものの、医学的概念が乏しかった。大昔ね。 死に対する恐れがあったわけですよ。まあ心臓が止まるというのもあったし、もう反応しなくなるというのもあったということですけれど、えー、それ以前に死に直面したときに人は相手に対して死なないで、なんで死んだの死者に語り続けるわけですよで。死者は返事がなく、どんどん冷たくなっていく。そんなところが死への恐怖を 生み出すわけですよねでそこに哀愁とか自己嫌悪感が交差するわけですよ。で最後には無念感というのが残りますそれが死へのトラウマを生むんではないかなと。で今回ですね NFDA のセミナーでも死への死のトラウマに対する講座がありました。 でこのトラウマは何を作るかどうしてトラウマができるかということもちょっと説明がされていたのでちょっとご紹介したいと思います。大体いいそういうことというのはそれは何かというと殺人や殺人の被害者ですよね自殺による自分の壮絶な死自己死も含む突然死。 えー、災難あと軍事、えー、戦闘とかですね戦い薬物外用剤、えー、麻薬に対して、えー、とオーバードースつまり中毒になって亡くなってしまうで残された人たちはトラウマが生じるわけですよそれともう一つはですねお子さんに対する死自分より先に行ってしまったという子どもの方がこれはねトラウマになります。で その次にそれに対する一般的な反応知能もあります。それってだいたい虚空感まあ虚しさですよね。締め付けられる感覚、疲労や倦怠感ですね。あと場合によってはしびれとか、えー、と不眠もありますよね精神的なあと食欲のなさとか過食にもなる人たちもいらっしゃいます。さらにその講義で講習会講義ではですねそれに見回れた人たちは。 より人目を避けようとするわけですよでそうすると疎外感が増してくるわけですね周囲の人たちも返す言葉が見つからなくなりさらにその状況が悪循環となるわけですで周囲の人たちも言っていいことといけないことっていうのが分からなくなってくるわけですよじ言っていけないものっていうのは例えば時間は解決するよとか 時間は解決しませんこれでよかったねとかこの程度でよかったねとかいやいやそ,それ慰めの言葉じゃないからってでそれすごく気をつけなきゃいけないっていうのが、あのー、周りのことなんですよ。対処方法っていうのがいろいろとあるんですけれど死へ目を向けるのではなく生に意識を持っていかせることが大切なんですよね。 あのこの前ですね10月25日に私アップしたビデオでも説明しましたけどセンパシー同情ではないわけですよ必要なのは、ね、センパシーというのは自分軸ですからね自分がどう思うかエンパシーなわけですよエンパシーというのは共感なわけですよこれ相手に対する気持ちですから、ね、でもう一つはコンパッション これも相手への思いやりの行動なんです行動な,なんですねだからこそ、えー、相手軸です相手軸だからこそうまくいくということなんですで共感力っていうのがつながりを作るわけですよで同情は逆にセンパスっていうのは断ち切るんですだって同情してもそれ以上何もしないから断ち切っちゃうわけですよね ね、共感というのはエンパシーっいうのはそこから動くわけですよ。何してあげられるかって考えるわけです。そ,うしその中で一番必要なことというのは相手のことを聞くことです。聞く。リスンじゃない。リスン。スン英語まあ、日本語でも聴力の聴、ね、聞くということです。相手の言ってることを汲み取ってあげることなわけです。 単なるはい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 って聞くのをただ耳でこう聞き,で聞き流してるっていうことではなくちゃんと聞いてあげることなんです。でそれがもしあのコンパッションっていってまずそこが行動してることなわけですよね。葬儀屋さんっていうのはグリーフの現場の第一番目に駆けつける人たちなんですね。つまり セカンドレスポンダーでもなければ、ラストレスポンダーでもないわけです。セカンドレスポンダーっていうのは、病院で亡くなって次駆けつけるのが葬儀屋さん。まあ遺族の後ね、遺族もそこにいるという前提で、病院で、えー、死の宣告をされました。お亡くなりです。ご輪中です。で、次来るのが葬儀屋さんです。遺族の後ね残、残された方々。セカンドレスポンダー。ね。で、ラストレスポンダー。 と言われてるのが人生最後にお世話になるのが葬儀屋さんだよとでも実際は遺族にとってみればラストレスポンダーでもセカンドレスポンダーでもないんですよ一番最初に打ち合わせを始めるのが葬儀屋さんなんですこれはファーストレスポンダーなんですねこれはグリーフケアにおいてのファーストレスポンダーが葬儀屋さんなんです葬儀屋さんはそのグリーフケアグリーフワークというのを念頭に入れておかなければならないわけです、ね その中で葬儀というのは非日常空間を作り出す場なんですよ。日本では、まあ、例えば自,自宅でもそうですしあの葬儀場でもいろんな葬儀場でもそうですけれど最場に移動した時にもクジラ幕というのを貼りますあの白黒の,あの幕ですよねあれで葬儀なさっているということを示,る示すわけですよ <laughs> 次にやるのはお香お線香を炊くわけですよ ね、お線香っていうのは極める、極めるということあの考え方が日本人ある,あると思います。もう一つはですね、その中で刺繍中の消す役割をあのお線香はします。だからこそお線香を炊くわけですよ。匂いを消す。で、その匂いを消すということは、お線香の匂いで非日常空間の香りを漂せる。それがお線香の役割なんですね。 豊かな社会をつくるには、葬儀後よりも葬儀の前に何をしたらいいのかを考える必要があるんですね。これが豊かな社会をつくり出すという話でございます。今日の死に方改革の話はここでおしまいにします。次回は、あの、次回の話はまた続きにいたします。ありがとうございました。